西武1・2ソフトバンク12日ベルーナドームソフトバンクの山川が昨季まで10シーズン在籍したフルス西武との本拠地初戦に4番指名打者で出場し4打数1安打3三振だった山川と西武の甲斐野宏の対決2人の緊迫した表情が話題に動画試合中 西部ファンから浴び続けたブーイングはある程度覚悟していた打席に入る前は聞こえるけど打席に入って進んでいく時は集中していますと目の前の対戦に神経を集中させた最も感情をあらわにしたのは先発の今井との初対決だったまっすぐの軌道が見たことないような本当うなっているまっすぐだったその後に変化球がいいところに落ちていたやっぱりいいなとと脱帽した 元チームメイトとの再会やベルーナドームで試合ができることに感謝と喜びを示したが、対戦相手となって敵にしたら怖いなという印象はもちろんある、と実感した。ピッチャーがいいので、そういう意味で、対戦は楽しみではない。いいピッチャーから打つのって、やっぱり非常に大変な作業になるので、そういう意味ではちょっと嫌だなという意識はある、と。 12球団トップのチーム防御率1、51を誇る西部投手陣への敬意を滲ませた。自身の人的保障で移籍した回のとも8回に対戦して見逃し三振。最後はコースが低いと思って見切ってストライクだったので、いた方ない、と受け止めた。西部に当然感謝していますし、育ててもらったことに変わりはないので、 そこは忘れていませんし。ただ、明日もまた勝負があるので、必死でやっていく、と切り替えた。山川は2014年に富士大からドラフト2位で西部に入団。昨季は自らの不祥事もあり、17試合の出場にとどまった。オフに国内フリーエージェント、FA、県を行使してソフトバンクに加入した。